こんにちは皆さん、中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。えー、最近、なんかツイッターの方でちょっと話題になっている、あの、100日目の、100日後に死ぬワニっていうやつについてちょっと思ったことを述べていきたいなと思います。まず、あの、100日後に死ぬワニっていうのを最近知って、僕が、えー、3日くらい前に知ったのかな ?3 日くらい前に知って、それからツイッターでずーっとしたあの1日目から全部見て、 であ面白いあやっぱり気になるのは100日後にどうやってその兄が亡くなってしまうのかなっていうで100日後の、えー、ストーリーもちょっとこう切ないし、えー、いろいろとこう考えさせられることがあるなって思いましたで僕も3年4年前かな2016年の11月の3日だったかなに交通事故にあったんですよでそれは 僕が自転車を漕いでいたら後ろからタクシーに衝突されてそのまま,まあ結構なあの距離飛ばされてでまあその時まあ大きな怪我にはならなくて足の爪が割れたとかちょっとあの体にまあ障害は残らなかったんですけどなんていうんだろうすごいそれから恐怖でちょっと車が本当に怖くなって。 極力やっぱり車が通通っってていいいる道とか通りたくなその100日後に死ぬワニっていうのが多分交通事故で亡くなったっていうことで、まあ、今新型コロナウイルスでいろいろ騒がれてるんですけどやっぱりその死っていつ起こるかわからないっていうのが本当にある本当にえいつ死んでもおかしくない本当にまあ例えば。 あ外を歩いいいててててきなり車に引かれて死ぬ可能性だって高いですしうんなんだろうまあ可能性は低いかもしれないですけど地震が起きてやっぱりそれで家がえ上から落ちてきたらまあ大体の人は生き埋めになってしまうしと思うとやっぱりやり,てあのやりたいことやっとかないと人生 後悔すするなっていいいうのはすごい思いましたで今回コロナウイルスで海外渡航もしづらくなったり行きたい国にも行きづらくなったりしていてこの一見収まったら僕はやっぱりいろいろ海外回ってみたいなっていうのは思いますなんだろうな,なんか当たり前のようにできたことができなくなるっていうのが。 今回のコロナウイルスで初めてこう大きく経験してで知り合いもそれで人生が変わった人も多くいて僕もやっぱり思うことはすごいいろいろあるんですけど自分がやってきたことは当たり前のようにやってきたけどすごく特別なことだったんだなっていうことが特別というかなんだろうな。当たたり前じゃなかったしかっしも すごいいいラッキーだだっったたんだなっていうことを思いました今台湾にも日本の方が渡航はなかなか厳しい状況になってきていて、うん、それでやっぱりやりたいことはやりましょうっていうことででもなんだろうなそしていつ死ぬかわからないっていことを常に頭に入れて明日できるから明日でいいやって思ってることは今日少しでもやってみるとかそういうことをやっていけ,ばいければなって思います。そそれれででではは中山し,でしたそれでは